安倍政権がこれまで強く否定していた再調査を行うと方針転換した背景に何があったのでしょうか。総理官邸前から中継です。昨日夜、安倍総理や政権幹部が対応を協議し、最終的には総理が再調査を決断しました。文科省の前川前事務次官の発言や現役の文科省の職員からの告発が相次いでいる状況では、再調査しなければ国民の理解が得られないという判断に至りました。ただ政府高官は、資料が実在したとしてもその紙自体が正しいかどうかはその次の話だと述べています。こうした中、与党内ではいわゆる共謀罪法案の成立を確実にするため、今月18日までの国会の会期を10日程度延長することを検討しています。与党内からは、延長してでも丁寧に審議している姿勢を示すべきだという声が出ています。一方、野党は国会運営が強引だとして、来週にも金田法務大臣の問責決議案と内閣不信任決議案を提出する構えです。野党側は、文科省の調査は形だけのものになると見ていて、廃案を目指す共謀罪法案とセットで追及していく方針です。